皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。今日はですね、なんととある教会に来ております。おや、よく見ると入り口にドラムセットが置いてありますね。入り口にドラムセットが置いてあります。教会の入り口にドラムセットが置いてあるこの建物、ちょっと中に入ってみましょう。一体何があるんでしょうか。ここは一体何なんですか。ここは教会です。ここは教会ですか。あ、見たままやった。清水さんで、清水さんは僕の YouTube でもね、はい、何度も出ていただいているんですけども、何度も、はい、まあ、今回はね、こうドラムガレージさんの店長さんに、ね、はい、なられたということですね、はい、ちょっと店内を見せていただいてもいいですか。ここめちゃくちゃ広いし、たくさんの楽器が置いてありますね。一応だから関西では最も広いと。なんとではないかと。おなるほど。真正面ここはまあ店内のこう目玉になるもの。目玉というか、まあ侵入か、はい、今回はですね、アンカナ。お、なるほど。が入ってきたので。なるほどなるほど。高校の部室を再現してみよう。あ、なるほど。あ、いいですね。まあそれとか、あとは、うん、完全にこう、うん、高級な、はい、ドラムセット並べてみたり、シンバル並べてみたり。じゃあこの店内に来ると今日はここに何があるかなという楽しみがあるわけですね。はい、こうスティックがすごいですね、これは。なるほど。これはスティックは今何種類ぐらいあるんですか。420ぐらい。420。棚の数的には、はい、500棚。おお、500棚ありまして、これは例えばこう初心者の方がこうスティック欲しいんですけどっていうと、まあ、この例えば店長の清水さんであったりとか、はい、スタッフさんがこう丁寧に説明をしてくれるということですね。ありがとうございます。すごい。おや、おや、ジグザグさんの。おや。隣僕のシグネチャースティックも実は置いてくれてるというわけですね。こう練習パッドもたくさんの種類がここにも置いてありますね。いろいろ打感、あとは練習パッド一つにしてもやっぱり、うん、動画でも、はい、そうですね、解説しておりますよ。練習パッドをひたすら叩き比べるというすごい。あの動画ね、あの時ちなみに1位やったこのプロロジックスもね、実は打ってるということですね。これは一押しですね、やっぱりね。これ僕もあの一番いいなと思いました。いろいろ青、うん、赤、緑、はい、で、なんなら黒もあるっていうね、うん、あ、黒もね、どんどん柔らかいのから、はい、標準の硬さも。なるほど。まあ、これもいろいろね、叩き比べてもらってというか、そうです、ね、ことでね、店内で試していただけるということですね。お、ここはスナッピーの壁ですか。スナッピーの壁。スナッピーの壁、いろんな種類がありますね。そうですね。これ面白いですね、この真ん中がないというね。思いつく限り仕入れてみた。なるほど。あ、これとかだってもうめちゃくちゃ細いじゃないですか。ないですね。スナッピーがない。なるほど。まあ、これあのコンサート系のスナッピーがあるんですけど、はいはいはい、そう3列、はいはいはい、4列っていうのはね、うん、あの並べるものがあるので、はいはい、のスナッピー。なるほど。すごい。まあ、本数であったりとか、そうですね、いろんな違いがあるというわけですね。あとは、まあ、ミュート、はい、まあ、ドラム、小物類、はい、小物類がいろいろあったりとかですね。こちらの方にもヘッドのミュートたちがね、ちょっとごちゃっとしてますね。はい、あるんですね。まあ、こちらの方にはいろんなヘッドもたくさんね、どんなサイズにも、いろんなサイズ、いろんなメーカー、ね、うん、あのこういうのもあります。ああ、そうですね、本革の。本革、ね、おお、なるほど。はい、本当にいろいろありますね。これ有名な山本はい学さんの、はい、あ、山本学さんの、はい、お、これはかの有名なスティックバックの木じゃないですか。そんな名前ついてる。いろんなスティックバックがありますね。スティックバックがちっちゃいのから、なるほど、はい、はい、まあ、下にもこう可愛いスティックバックがいっぱい。これかっこいいですね。これかっこいいですね。あ、ほんまや、かっこいい。マイネルから出てる。値段があんまり可愛くない。値段が、あ、ほんまや。値段がかっこいい。それか。あ、かっこいいですね。値段が大人。あ、これはキックペダルの
かな。すごい。まあこれツインペダルからね、はい、こう4な種類が、ヴィンテージのペダル、ヴィンテージのペダルから、はい、なるほど。あ、しかもこのお家で練習できるこう練習パッドまで、練習パッド、あ、たくさんの種類があるということですね。まあこれも店内でね、はい、いろいろペダルを叩き比べてこうやっていただけるということですね。お、ここにはしかもこう、ビーターの壁があるということですね。なるほどなるほど。まあ、このビーターもね、いろいろ試させていただいたりすることも可能だったりするということですね。こちらにこれもテーマパークですね。ここは、あ、ここはいろんなドラムセットが置いてあるということですね。これはもう清水さん厳選のドラムセットという、中古が入ってきたり、はいはいはい、あとは買い付けに行ったりとかしたものがここに、なるほどなるほど、並んでるということですね。パーカッションコーナー、すごいいろんなパーカッションがありますね。パーカッションの森、パーカッションの森ですね、これは。まあ、タンバリン、はい、タンバリンもね、そうですね、あの、うん、いわゆるオーケストラの方が使うタンバリンになるので、なるほど。ちょっと皆さんロック系のミュージシャンはちょっと馴染みがないかもしれないですけども、うん、はいはいはい、シャカシャカ、シャラト、ラト、ラト、ラトル、木の実を乾燥させたというね。おお、なるほど。おお、なるほど。これあのテレレレリンもある。ウィンドチャイムの。ウィンドチャイムの。ああ、すごい。これまた可愛いですね。ウッドブロックです、ね。ウッドブロック、はい。これもどちらかというとオーケストラの楽器なんですけど。はい、うん、あ、可愛い。これはシェイカー。シェイカー、シャカシャカですね。シャカシャカ祭り、シャカシャカ祭り、いろんな形のシャカシャカがありますね、ここは。いろんな国によって音楽、うん、あのジャンルですね、によって、はい、まあ、あの使うものが違うという感じになるので、こう、なるほど、ガサガサしたものから、うん、スクスクした、おー、いろんな音色が、ね、そう、これは、シェイカーのようでシェイカーでない、うん、カシシ、カシシ、ブラジルのカシシ、はい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 、なるほど。ジャンプブロック、ブロックの中でもこの、まあ、仲間ならウッドブロックと同じやつですね。これもよく、吹奏楽オーケストラで使われるんですね。うん、ジャンベが、ジャンベですね。あ、これはもうアフリカンゾーン、はい、そう、アフリカン、すごい、まあ、カウベルがたくさんあったりとか、ね、ボンボン、こちらラテン、あ、ラテンゾーン、ラテンゾーンですね。うん、まあ、場所的にあのブラジルがこれ飛んでる時もあります、ね、おー、ほんとや、スルド、あ、すごい、あ、スルドまで置いてあるんですね。あります、なるほど。まあ、こうカホンが置いてあったりとか、パンデイロ、パンデイロ、ああ、なるほど。これはすごい、何でもありますね、本当に。何でもありますね、思いつく限り。おー、スネアの壁、いろんな種類のスネアがあるというね。まあ、ヴィンテージから、うん、あの新しいものまでずらっと並べたいのもあるんですけども、うんうんうん、なんか、まあ、いい条件のもの、お客さんにいい条件で売れるものであったりとか、なるほどなるほど、まあ、中古の中でもそのヴィンテージを、うん、はい、すごくこれ、うん、めっちゃかっこいい、古いんです、あ、古い、古い、なるほど、はい、ソナというとか、ね、そういうのはこう一旦分解して綺麗にしてから、なるほどなるほど、必ずメンテナンスしてから売るという、ちなみに、まあ、こうスネア購入したら、はい、まあ、清水さんのこのメンテナンスであったりとか、はい、ね、そういうこうアフターケア的なことも、はい、まあ、していただけると。シンバルの壁がやってきてます。これもたくさんの種類がありますね。大阪のね、シンバルアーティストのこう MA ちゃんの EMJ モッドまでこう取り揃えてるというね、このマスプラッシュから、まあ、いろんなシンバルが、そうですね、ね、あのいろんなお店でこう並んでるのもあると思うんですけれども、うん、はい、一応こだわりとしては、まあ、うん、そのままこう、試せると、あ、それいいですね。軽く試せた後、うん、あの付け替えて、はい、まあ、セットと合わせてみたいなところも、はい、あ、いいですね。これは比べやすいし、はい、いいですね。なるほど。よくあのインスタとかのリール動画でよく見る、なんかいっぺんに鳴らしてるやつですね。はい、おお、これはドラもあるというね。本当に、まあ、シンバルバックもねありますし、あ、これはまたヒーリングの。最近あれですよね、しかもこのヒーリングのこの楽器を使った、はい、
まあ、それこそ、ね、はい、イベントがあったという、ね、はい、いろんなイベントもされているというね、バレットの壁、そうですね、すごいです。これもめちゃめちゃいろんな種類があるんですね。あの、まあ、マリンバ、ティンパルを中心にあるんですが、うん、なるほど、はい、ここで試せる、ね、ここで試せるということですね。本当に何でもありますね、打楽器が。このお店はこう教会のようになってるんですけども、はい、まあ、実は教会の中に入れるということになってるみたいですね。いいですか、見せていただいても。礼拝堂の方に、礼拝堂の方に、おお、教会ですね、本当にね、教会、あ、教会はい、ということで、なんと今日はですね、森谷セラクドラムガレージの、共同イベントである、はい、ドラム練習パッド練習会第4回目がこう開催されるということで、今日は、準備をしていただいているわけなんですけども、すごいすごいホールです。使用用途としては、はい、まあ、このような、広い天井の高い、はい、空間なので、うん、このようなセミナーで、うん、であとはオーケストラ、はい、吹奏楽団 の練習場、あ、なるほど、はい、大人数で練習が、ね、できるということですね。ちょうど昨日も、60人60人の楽団の方が練習されている。あ、なるほど、ここでもこの椅子の、まあ、貸し出しもしていただけるし、はい、80脚あるんで、80脚、はい、譜面台もね、貸して、これでもほんまにそんなところないですね、本当にこの椅子をそれだけ貸してくれるという僕もだってイベントやろうと思ったら業者を業者から外注しないといけないって言って結構大変やったりするんですけども、あ、なるほど、ここも、まあ、セラクドラムガレージさんに、まあ、お電話をしたら、まあ、ここのホールも、はい、まあ、使用可能ということです、はい、あ、なるほどなるほど、もう目的としては本当に多目的的なところですか。そうです、はい、あとはアコースティックなライブも、あ、ライブも可能ですね。まあ、こうジャズライブもね、可能やし、まあ、それこそもうすでにジャズライブ、何回か、あ、なるほどなるほど、はい、素晴らしい。まあ、これピアノのコンサートもできますね。そうです、ピアノ発表会とかもできるんですか、はい、ぜひ、あの、ね、お子さんの森谷のお子さんのねなんと次ね、こうイベントで石若駿さんがこう来られるというね、ね、しかももうそこでね、ソールドされたという、ソールドされて、いや、今も、素晴らしい、追加の立ち見席が、立ち見席がほぼちょっと残ってる。あ、なるほど、はい、なるほど、まあ、でもいろんな方がこれからこう来られてイベントをされる予定ということですね。まあ、今日はここであのパッド練習会を行いますので、オリジナルテキスト付きというね、ことで、まあ、今日は左手強化ということで、やらせていただこうと思ってます。手に入ったらあ、すみません、はい、あ、すごい、ここは、はい、おお、ね、いきますよ、はい、いきますよ、はい、3、あーあおお、ツーバスのセット、これはない、なかなかないですね、ツーバスのセットが置いてある音楽スタジオ。こうスタジオも併設されてて、でホールも併設されてるドラム専門店っていうのはこれもう前代未聞じゃないですか。もう何でもできるようにっていうのが何でもですね、はい、すごい、2バス、2フロアで4タム、4タムいらないはずなんですけどやっぱりドラムガレージ自体がちょっと昔は、はい、あのハードロックの方が、はいはいはい、今されてたというか、なるほど、おられたので、うん、ちょっとその名残をちょっとしてみようと思いまして、はい、なるほどなるほど、はい、2バスを、はい、ヤマハ、これはレコーディングカスタム、なるほどなるほど、 IT9000 2トンと素晴らしいですね。まあ、このもちろんこうね、アンプも常備されてるし、まあ、普通にこう音楽スタジオとしてね、使えるということですね。キーボードもありますし、あ、すごい、この音楽スタジオも、常備されてるという、なるほど、こうもう一部屋あるんですか。はい、うん、今、ま、使用目的がちょっと変わってる、はあ、はあ、なるほど、これもちょっと、はい、はい、おお、おこれはテンション上がるこれすごいですね。本来は思想室と、はいはいはい、まあ、レッスンをやっていく、はいはいはい、スペースに、はいはいはい、していくんですけれども、なるほど、ちょっと訳あってですね、ジェンベを今強化するというか、すごいですね、フランク、なるほどなるほど、
これ僕こんなたくさんのジェンベをいっぺんに見たことないんですね。ないしないし。これはすごいですね。これはアフリカで工房で作ってもらって、はいはいはい、これが第1便の入荷で。あ、なるほどなるほど。第1便です。これ第1便。これまだまだ来るんですかこれから。予定ではちょっと100個ほど。すごいですね。それで100個ほど入れて、なるほど。そのアフリカンのそのやっぱり、まあ、ジェンベを世にこう広める。なるほどなるほど。はい、活動を。あ、この大阪から。小学校でも、はいはいはい、そういうその打楽器を使ったものであったりとか、うんうん、手で叩いて、はいはいはい、することで、リコーダーとは違うね、ピアニカとも違う、やっぱり音楽の教育というのが、うんうんうん、あ、なるほど。これちなみに今、はい、例えばこのセラクホールさんでこうジェンベを使ったイベントやりたい、でもジェンベ持ってないんですよみたいな方にこう貸し出しができるこんだけあるし、ね、これジャンベ持ってない、はい、ジャンベ体験イベントがこれできますね。これはやってくんですよ。それでそれにやらはる人にまた貸し出したりもできます。はいはい、ああすごいですね。はい、当社のその企画とかイベントっていうのでもやっていくし、はい、うわーこれは楽しみですね。はい、なるほど。いやありがとうございます。はいということで、まあ、これからちょっとイベントをやっていきますので、これからちょっとイベント準備をしていきます。なんと今日イベントが終わった後にアフターパーティーということでですね、なんか清水船長がパスタを作って、すごいすごいですね。パスタはどこで作るんですか？あっこで。あっこで。あ、なるほど。パスタを湯がくこうお鍋がね。はい。はい、なるほどなるほど。はい。ということで、まあ、本日イベントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。新版のその音色についてちょっと説明させてもらうと、はい、あのカップって、うん、叩いた時にしかならないと思ってる方が結構多いんですけど、うんうんうん、実はそのこの時にね、カップの音色が鳴ってます。うんうんうん、実はここがないと、あ、ほんま、全然違う。キチキチに止めると今度じゃあさっき言ったようにここが鳴ってないので、うん、音が聞こえにくくなる。うんうんうん、あ、全然違う。だからこれで、うん、この音を出そうとすると、よりわー、動かないようにしてバーンっていくと当然ここのエネルギーはとんでもないことになります。そうベルトで支えてることでこうシンバルがここはーんとなる仕組みなのに止めちゃうとそら、そうですね、ダメです。シンバルにかかるエネルギーがもうあの平べったい形状のものです。なので、やっぱり重力の関係で、うん、この状態が一番振動が打ち消されずに、はい、よく伸びるんですよ。極端によく傾けます。うーん、そうするとシンバルは自重でここの点だけで支えることになるので、あ、音が高くなる、短くなるんです。うん、うまい、うまい。逆に言えば短くしたい、シンバルの音色をちょっと短くしたい、ライドがあまりにも響きすぎるって時はちょっと斜めにするとか、イベントが終わって今は
店内お買い物中でアフターパーティーの準備があ、店長店長、パスタが、あ、なるほど、今日のベーコン、あ、ベーコン、おー、業務用さすがっすね。なるほど、まあ、今ここで準備が着々と行われているということですね。